私が知る成長バラエティー、かぶらしくかべきだ。さあ始まりました、オフラップ過激だ。MC のシャカリキです。お願いします。いやいやいやいいよ。いや盛り上がったのは横張ってんだ。なん出会いしたとあんたたちジャージだったろ前まで、あの青色のジャージ、あの、はい、どうしたのあんたたち。せっかくファッション企画をやったっていうことで、今回みんなのそれぞれの個性を発揮したらこうなりました。いらんいらんいらん、そんなあの青のダサいジャージがいいとだけ。ダルヒあんたはちょっともう帰りなさい。もう待ってください。カビ遊びじゃないんだから。でもこれ含めてファッションです。むしろこっちが本体で。はい、わかりました。じゃあ早速いきましょう、はい、今夜はですね最終回企画が2つございます。なんねん。まずは彼女たちを変えるきっかけとなったファッション企画のほうもう完結編。ミスユニバースジャパン宮崎美也子先生の熱血指導のもと、服選びのポイントを学び華麗に変身した22人の劇団員たち。なんと美也子先生にウォーキングのレッスンまでしてもらいました。ここで立ってこれで練習する、これでブレないように練習する。そう、この状態、ここでヒール履いてるときは歩いてますよっていう状態。モデルさんって結構みんなこうやって歩いてるんですよね。結構コレクションとか見てると後ろちょっと後ろに引いてる。そうすると絶対に猫背にならないんですよ。夢や希望を与えられる女優になるためには姿勢も大事。世界を経験したトップモデルの下で猛特訓です。モデルと女優さんってちょっと違うようでいて、最近はそういう垣根みたいなものがあんまりないのかなと思って、両方できて初めて本当にスターっていうんですかね、みんながきっと目指しているであろう存在になりうるんじゃないのかなと思います。この日一日自分をどう表現するか悩み抜き、それぞれの答えを見つけ出した劇団員たち。いよいよ総仕上げ、9人の選抜メンバーによるオフロックガールズコレクション開幕です。9人の選抜メンバーによるオフロックガールズコレクション開幕です。エントリーナンバー1、テト。エントリーナンバー2、宇津田ひかり。エントリーナンバー3、細川きみか。エントリーナンバー4、菅井郁美。エントリーナンバー5、梅本奈美恵。エントリーナンバー6、檜山彩香。エントリーナンバー7、
片山さゆき。エントリーナンバー8、ほのか。エントリーナンバー9、谷口亜子。ですね、さっきやってくれた以上のことをやってくれて、最初から出しなさいよ出しなさいよ最初から本当にそのポテンシャルあるんだったら分かりやすくさ、こう美人の集まりとかさ、そういうことじゃなくてさ、心根がさ美しい人たちの集団だっていうのがさ伝わってくると、みんなのキャラが立ってるしいいんじゃないと思ったので、どんどん出してください、惜しみなく。特設ランウェイを歩き、さまざまなことを学んだ9人。オクロック熊本歌劇団の成長バロメーターは、チームワークとセレンス、スター性が上昇。いやー、お疲れ様でした。よかったかい？ね、あんなかっこよく歩けんねんな、うん、やっぱね、雰囲気とかがやっぱりね、ライトアップされると、確かにあのライトにだいぶ ねやっぱその歩いてね、ランウェイ歩いてる人たちもやっぱりなりきっとるし、うん、いいんだけどさ、この周りにいる人たちがさ、わかるわかる、もうほんと東京ガールズコレクション見に来たかっていうぐらい、 あの補欠組ね、そうそう、だからちょっと見えたもんね、東京ガールズコレクションに。いや見えるか見えませんけど、見えてないよあこはね、あの後ろの照明あったでしょ、うん、あれが走ってくる時にピカンピカンピカンって出るわけだもんその度になんかモザイクかけてるみたいな一回見てね、履いてますでしょこれ、うん、で走るこの距離ね、あ、危ない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 、ほら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 、ね、このなんかもう絶妙にもう表情ねえかねえよ、もうだってでもこれよ、今や今下水番組ちゃうから。ちなみにさ、浪江はさっきこれ何を飛ばしてたわけ、これ男から来たメールに対して、うん、削除してました。あ、削除、スマホをね、はい、スマホをこうシュッてやってた。いやいや、そんな削除するようなメール来るか、あたり超対面じゃん。いやくださーいじゃない、ください続いては今日から始まる新シリーズ、話題の球団に入門します。球団、はい、オクロック歌劇団。ここは劇団員がお世話になっている下宿光荘。光るママと息子のひろちゃんが暮らしています。ひろちゃん、うん、お母さん若い頃何のスポーツしてたか分かる？いや、バレーよ絶対。いや全然違うよ。え、お母さん昔はね野球しょったんだっけ？どっち？バレーの動きで野球って言わない？いやいや、もうゴリゴリの野球選手野球でないやん、こんなん。もう全国大会行ったりね、うん、社会人までしょったんだっけ？そうなの？そうだ。で、最近ね、うん、熊本にね野球チームの出来たった。だけどね、お母さんが、うん、もうね入門の手続きももう整えてます。マジで？というわけで宿題、火の国サラマンダーズの凄さを過激に体験せよ。ならスターの心得ばいくよ。スターたるもの剛速球も恐れるな。スターたるもの剛速球も恐れるな。根性根性ど根性で
舞台度胸も身につけろ。いってらっしゃい。いってきます。こんまバレーやろ。小さくなも気にせんねんも。若ちこ若ちこ。おやば。火の国サラマンダーズの凄さを過激に体験。あこの中で野球経験がある人。はい。じゃあ早速火の国サラマンダーズの皆さんをお呼びしたいと思います。はい、どうぞ。火の国サラマンダーズは今年開幕予定の九州独立プロリーグに所属する野球チーム。昨年の現役引退後、監督に就任した細川監督は2度のゴールデングラブ賞に輝いた名捕手です。松岡コーチは1977年の現役引退後、さまざまな選手の育成に貢献した球界最年長コーチです。そしてこの日来てくれた現役選手が西島選手、深草選手、水本選手、川添選手、宇都選手。厳しく申し上げますのでよろしくお願いします。お願いします。それではまずプロの凄さを体験。その1、ピッチングを間近で見てみよう。プロの球を間近で見られるなんてなかなかないこと。心して体験しましょう。西島選手お願いします。風の音がネットをすり抜けてこちらに来そうなほど。こんなに速いと思ってなかったね。じゃあ今からバッターボックスに立ってみましょう。頑張れ。頑張れ。待って。何もできなかった。チャーシューメンバイ。チャーシュー、チャーシュー。気合い十分で向かったのは福田コツメ。鬼の形相で必死のスイング。しかしプロの剛速球を打とうなど超危険行為。100万年早いです。続いて野村ゆき。完全にボールが通り過ぎてからスイングスタート。それぐらい早いんですね。ソフトボール経験者檜山と谷山も手も足も出ず、腰が引けてないところはさすが経験者といったところでしょうか。あと3球あれば打てたかなって言ったね。プロの凄さを体験。その2、次はプロから盗塁できるかに挑戦。キャッチャーは深草優也選手。小柄ながら遠投110メートルを投げる強肩です。アウト。ピッチャーの手を離れてから2塁にボールが届くまでたったの2秒57。これは無謀な挑戦と言えるでしょう。しかしやるっきゃない。だから動いたらパッと盗んでください。あ、もう動いたら行っていいですか。もう動いたら行かないとアウトになるから、松岡コーチに盗塁の基礎を学び、戸井田里穂からチャレンジ。はい、スタート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 、行け、行って、スタート、スタート、スタート、行け、行って、はい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 。早く行って盗まなかったら、向こうって全部アウトになるんだから。素人軍団、深草選手の前に全く歯が立たず。ここは経験者の2人に期待がかかります。じゃあ監督、キャッチャー俺お願いできますか。
次回パリーグ屈指の名捕手だった細川監督から盗塁を奪えるか、はい、そしてノックの神松岡コーチの連続ノックに耐えられるのか、お見逃しなく。いい加減にせえ、いい加減に。あんた細川監督に教えてもらうなんてわからんでしょ、あんたすごさが。すごいよ、パワープルの使ってたもん俺。そうそう、そう、もうね、日本一何回もなっとらせてよ、もうパリーグを代表するようなキャッチャーよ。その人たちに教えてもらって、本当あんたたちはさ、この間のボルターズといい、うん、贅沢かね。いい経験できてんだよ、マジで。いや、もうあの人たちの前にまず私が教えてやるもん。いや失礼か。ふざけてるんかなと思ったもん俺、トイちゃんとかさ。いやいや、これはやばいやん。いやいやいや、あれ怒られんやん。必死に必死に一生懸命走ってましたよね。いやいや、全然違う、ね、前半なんて豆まきしょったで、そうや。やばいよ、もう。続いては熊本ボルターズとの最終決戦。最終決戦、はい、こちらの V 振りお願いします。はい、どうぞ。ロクロック歌劇団。熊本ボルターズの3選手に戦いを挑んだオクロック熊本歌劇団。第1ラウンド、第2ラウンドと大きなハンデをもらったにもかかわらず、11対6、9対7で2連敗。泣いても笑っても次が最後の戦いです。第3ラウンドは3ポイント対レイアップシュート対決。ボルターズの3選手は3ポイントシュートを1人2本ずつ打ちます。全て入れたら18点獲得。対してオクロックチームはレイアップシュートを1人1本ずつ、9人が全て成功で18点獲得できます。先攻はボルターズから。じゃあそれでは上高健太選手、1投目お願いします。いきます。せーの、健太選手。いきます。せーの、健太かっこいい。ありがとうございます。さすがやな。さすがはプロ。古速な陽動作戦には一切動じず、次々とスリーポイントを決めていきます。すげえ、しました。よう決めたな。で、なんでこいつら遠くで逆立ちしてんだ。結果、ボルターズは4本決めて12点獲得。バスケット経験者の菅井郁美、本田真子、谷口亜子、片山さゆきの4人は得点が期待できますが、それ以外のメンバーは計算外。ここの中のちっちゃい四角の角に当てれば入る。決戦前、菅井の指導のもとレイアップシュート習得を目指しますが、全く期待が持てません。そこで松永さんも入れて10人です。すいません、松永さんも入れてやらせてください。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあいいよ。いけ。ボルターズアンバサダー松永さんに助太刀してもらうだけでなく、その得点を倍の4点にしてもらいました。ずるいな。ともあれ9人中5人が決めれば勝利。まずは仏田光ぶちかませ。いきましょう。いけるいけるいける。ママ形なってんな。それじゃあ野口選手プレッシャー与えましょうか。でかいな。はい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 。さあ、あと1人が決めればオクロックチームの勝利。
しかしここで高い壁がそびえ立つ。6人目のチャレンジお願いします。まさかの勝利に小躍りするオクロックメンバー。しかしですね、ボルターズの選手が僕のレイアップいらんやないかいと。後からねえ、早めに決着がつきすぎて多分テレビ的にも面白くないんじゃないかと。テレビの演出まで考えてくれるプロの鏡。松永さんの得点をなかったことにして正々堂々フェアな勝負を挑みます。それではよろしくお願いいたします。でもまだ同点やからね。そうですね、同点なんですよ。8人目お願いいたします。イエーイ。おー、任せられた。大丈夫、大丈夫、大丈夫。最後のシューターはバスケット経験者菅井郁美。この日ボルターズを相手にスリーポイントを2本決めています。するとボルターズの選手が自然とディフェンスの陣形に、はい、これからもね、オクロクさんの長い生活によっていろんな壁がね、生じるでしょうし。どっちの味方なんですか。菅井郁美、高い壁を乗り越えろ。それでは最後の勝利のレイアップお願いします。いきます。うまい、うまい、うまい、うまい。バスケット初めての方もいらっしゃったと思うんですけれども、すごく上手でしたし、なんかうまくいかない時があってもみんなで支え合って立て直していく姿がすごくボルターズの必要なところがあったんじゃないかなと思って勉強となりました。でもまだまだこれから小さな壁、そして大きな壁があると思うので、みんなで支え合って一緒に戦っていろんな壁を越えていってください。お疲れ様でした。プロ選手に果敢に立ち向かったオクロックバスケットチーム。オクロック熊本歌劇団の成長バロメーターはチームワークと勝負強さが上昇。すいませんでした。はい、そうよ。いや、すいませんでした。いつも私言おるでしょ、はい、肩が意味ないって。はい、ねえ、はい、どんな卑怯な手使ってでも、はい、どんだけハンデもらってでも、はい、勝ってきなさいって言ったでしょ。はい、言われました。部活やもん。なんでこれ引き分けて。なんで、箱がなかったから勝てなかった。違う、いやいや、それなしでやるもんよ。でもやっぱ次はなんか勝ちに行こう、みんなで。はい、そうやね、ね、はい、悔しかった。悔しかった。めちゃめちゃ悔しかったです。その気持ちがあればまだまだ伸びるわ、あんたたちは。はい、はい、さあ、今週はここまで。次回、WBO アジアパシフィック王者、若きプロボクサー森武蔵選手に入門。精神力を叩き直す。生きてますか。生きてるよ。特報、夢を追いかける若者にチャンスを。オクロック熊本歌劇団第2期生募集開始。詳しくは公式ホームページへ。オクロック熊本歌劇団の初舞台、前田慶次歌舞伎旅、肥後の虎、加藤清正編。新型コロナウイルスの影響で3月に予定していたお披露目公演は5月に延期となりました。その間、劇団員たちは練習を重ね、最高の舞台を目指しますので、応援よろしくお願いします。オクロック熊本歌劇団が5月に公演する月刊コミックゼノン連載中の前田慶次歌舞伎旅のコミックスを5人にプレゼントします。皆さんのご応募待ってます。ロック歌劇団。